夜ごと起こるピエロ軍団による謎の連続人斬り事件の真相とは。偶然事件に巻き込まれた便利屋竹光成田が八百夜町の武士も町人も商人も農民も何もかんも巻き込んで縦横無尽に暴れ回る。劇団一撃屋が送るはちゃめちゃ痛快捕り物時代活劇 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。